ゴミ袋とは、ゴミをまとめる袋のこと。ゴミ収集所などにゴミを捨てる際に用いられる。かつて、日本では、ゴミ収集所へのゴミ出しにも、黒色や青色のポリエチレン製の袋を用いたり、スーパーマーケットなどで用いられる、デジ袋などを再利用する場合が多かった。しかし、ゴミ問題が、 深刻化するとともに1990年代以降ゴミ有料化を実施する自治体が増えていった。ゴミ有料化の方法として用いられる方法としては指定袋方式とステッカー方式がある。また、ゴミ袋の搬出時に記名を義務付ける記名式を採用している自治体もあるが、プライバシーの点から導入には賛否がある。指定袋方式とは集積所に排出するゴミに 自治体の指定する袋を用いることを義務付けるものである。重量性のゴミ有料化を導入する場合に有効な方法とされる。自治体の設定したゴミの区分と出し方に応じた指定袋が指定されている。使用する際は地方自治体が制定するゴミの区分に従ってゴミを分別し、ゴミ袋を使って集積所に搬出するものについては、 指定された種類の袋に容量を超過しないように入れ、所定のゴミ収集日に集積所へ出す。日本では基本的には地方自治体より委託された企業が袋を製造している。有料のゴミ袋にはゴミ処理費用の一部が上乗せされていることが多いが自治体ごとに焼却場や埋め立て地の維持、確保などの状況は異なっているため手数料には地域的な格差がある。ただ、 ゴミ処理費の負担が、リサイクル率やゴミ減量化など、住民の環境意識に影響しているという指摘もある。指定袋は透明ないし半透明であることが多く、これは分別収集の徹底、資源化可能物の混入防止、収集時の安全確保などを理由とする。その反面、プライバシーの保護に欠ける、あるいは猫やカラスにより荒らされるといった端緒もある。年頃からは、 カラス対策として、黄色いゴミ袋を使用する例も増えている。ポリエチレンに炭酸カルシウムを添加した袋が存在する。これは、焼却炉での急激な燃焼温度の変化を緩和し、焼却炉の損耗を防ぐ目的で添加される。一方、2000年代以降急激に進んだダイオキシン、発生対策などの一環で、焼却炉自体の高性能化、 高温によるゴミ焼却が進められており、かつてほど積極的に添加する理由はなくなりつつある。なお、ポリエチレンに炭酸カルシウムを混入させた場合、強度が不足するためポリエチレンの厚さを増やす必要が生じる。このため、結果的に袋1枚あたりの熱カロリーは添加品、不添加品ともにさほど変わらない。以下は、札幌市の例も痩せるゴミ汚れた紙類、 生ゴミプラスチック製品、比較製品、ゴム製品、ビニール製品、炭、保冷剤、乾燥剤、使い捨て回路など燃やせないゴミゴミ袋に入る、加減製品は、不可、金属製品、ガラスレンガ、ブロック、陶磁器など、ゴミ有料化の方法として用いられる方法としては、指定袋方式の他に、ステッカー方式もある。 ゴミ袋に自治体が販売しているステッカーの調布を義務付けるもので粗大ゴミなどを対象として採用される場合が多い。ありがとうございます。